皆さん、ザ・グッズナイトです。今日はちょっと特別のすごく久しぶりのビデオですね。今は沖縄じゃなくて、カリフォルニア州の砂漠、だいたいバーストの、ところですね。ここは1歳の時からずっと住んでたので、そうしたら後ろの砂漠があるんですけど、こっちには小さいの町にあると、もう一つの住んでた町がこちらにありますね。よくいろいろにあるんですけど、風もちょっと強いし、砂漠は、サボテンもあるけど、ちょっとあちらのところ、ジオのタワーもありますね。ここじゃなくて、こっちか。確かに広いですよ。海よりすごく広いの、砂ばかり、どこでもまで。これのトレイルにはダートバイクによくビーンにすると楽しみですね。あっちの方からこの辺で、それとこちらの方からやっぱりちょっとだけ大きいにあるけど、これ滑りの方ですよね。これもいいの。確かに久しぶり、このところに子供からだいたいなんとか19歳までに住んでたの場所ですよね。ただみんなにちょっと教えたいの方で、あっちにも走る。あ、これは有名の橋です。この下には電車じゃなくて校舎にあるので、風景も素晴らしいと、すごくいい感じです。こちらも面白いのか。前にはその丘は建物にあったけど、今はないみたいですね。場所ですよね。楽しいとかいい感じですよね。じゃあ皆さん、お疲れ様です。沖縄に行くときに一緒に寂しいかもしれない。